はい、こんにちは。毎週土曜日は懐かしいガンを紹介しています。その中でも月初は、リボルバーということで、今回は、今は亡き国際産業、国際ですね、 M29 アジャスタブルフロントサイト、ご紹介したいと思います。アジャスタブルフロントサイトってのはこれのことですね。はい、マッチ用にね、調整できるということでね、フロントサイトの方が調整できるということでね、まあ、もちろんリアサイトも調整可能ですけれども、ということでね、このロングバレル、それにね、純正の、樹脂製のグリップをですね、アルタモントの、こういうグリップに変えてありますね。よりなんかちょっと競技色を出してみようかなっていう、まあ、競技系のね、銃ってあんまり僕興味ないんで、僕なんていい年して私興味ないんでね、とりあえずつけた感じです。で、箱はね、その前に、はい、久々にね、ショットグラスの方で乾杯。もうね、スペインの方にまでね、肝臓を心配していただいちゃって、オレンジジュースを飲んだ方がいいよというアドバイス通り、僕オレンジジュースとかね、柑橘系大好きなんでね、たっぷり飲んでおります。それ以上にお酒が好きなのはいけないとこですね。こういう、パッケージですね。でこれがなんとですね、どこに書いてあるかな、どっかに書いてあるかな、はい、これがなんと定価1万2000円で買えた時代ですね。はい、そのぐらい、まあ、の世代の銃です。まあ、当時例えばでも CMC の素晴らしい出来だったね、 M29 シリーズもね、決して、まあ、1万円ぐらいということで、今から考えるとね、いい時代でしたね。はい、で、ちょっとね、外観を見ていただきましょう。これね、かなりもう銀、剥げてきちゃってるんでね、グリップの中に入ってるフレームの部分ぐらいですね、もうメッキが残ってるのはね、それでもう一回ね、黄色く塗り直しました。いつも申し上げる通り、私のね、住んでいる県ではね、この剥げてしまった銀色っていうのは白とみなしてくれるんですけれども、都道府県によってはね、これがね、違法となってしまう場合もあるので、まあ、とにかく剥げてきてしまったらね、黄色か金色にメッキしちゃうとかね、そういうのがね、いいですね。とにかくグレーゾーンはいかないようにしませんかっていうところですかね。はい、なかなかね、よくできてるんですよね、やっぱりね、この時期のね、国際のやつはね。はい、クラウンのところもこんな感じでね、はい、でバレルの刻印はこんな感じかな。はい、で非常にね、あんまりやりませんけれどもね、アクションも滑らかですね。で、カートリッジはですね、ちっきしょう、残念なことにね、ここに入ってるから安心してたらね、先っぽの銅色の部分ですね、こちら357カートですけれどもね、これと同じ色だったはずなんですけれどもね、こんな色に変色してましたね。まあ、これが6発入ると。いいですね、やっぱりリボルバーね、このカートを入れる瞬間がね、絵面としてはこうなりますと。でこれを入るわけですね。はい、はい、めちゃくちゃね、これ例えば競技で使うとしたらね、かなりの旅力がいるんじゃないかと思うんですけれどもね、重さどのぐらいあるんでしょうか。おうおうおお、地面ついてないよね。こうすればいいのかな。こうしますか。お、浮いてますね、ちゃんとね。1430g ですね。カートなしでも。すごいな。やっぱこのぐらいあると迫力ですよね。はい、1360カートなしでありますね。かなり強烈に重い銃ですね。正直ね、競技とはいえ、これね、走って振り回すのかな、やっぱり。どういうマッチだかわからないんで、取説を見てみましょう。
PPC マッチと書いてありますね。このアジャスタブルフロントサイトの調整方法について細かく書いてありますので、ご興味のある方はちょっときちっと写しますんでね、止めてね、見ていただければいいかなと思います。はい、私実は全然この機能がついていても操作はしていません。申し訳ないです。で、トリセツですね、はこんな感じですね。まあ、やっぱりちゃんとこうやってね、もう本当に綺麗にね撮れていて、でこの辺にね銃の説明なんかもあってね、でさらにね珍しくね、なんかちょっとこの擬音が入っていたりね、モデルのバリエーションとかですね、それだけじゃなくてこう説明書きに擬音が入っていたりね、まあ、リアサイトの調整に、あるいはメンテナンスに至るまでね、かなり丁寧にね言及されていますね。でこのね、分解図もこれいいなと思ったのは、まあもうちょっとやっぱりでもね、藍染めみたいな感じで見やすい方がいいかなとも思うんですけれども、これはこれでまたいいですよね。斬新ですね。はい、アクセサリーもね書いてあると、こんな時代の、やつですね。結構勢いが感じられますよね。勢いっていうか、まあやる気っていうかね。でもともとついてたグリップはね、こういうグリップです。これこれでね悪くないですよね。よくできてますね。樹脂なんですけれどもね。はい、で、問題の、この、カートリッジなんですけれども、44のダミーカートと比べるとね、このぐらい違うんですよ。まあ、かなりねちょっとね細いと言ったらいいの、細いですね。はい、で当然、このシーテックの44の、ダミーカートは入りません。ケースがもう突っかかっちゃってますね。弾頭部だけはちょっと入りますけれども、ということでこれは使えませんと。でこの、純正でついてくるこのカートですけれども、このね、ローダーですね、これにもね使えませんね。使えませんっていうか落っこってきちゃうんですね。カパンってロックできない。押し付けたらどうなんだろう。押し付けてもダメですね。で全然ね引っかからないですね。はい、こういう感じでね、ほらロックできるんですけど、簡単に言うと、まあ、そういうぐらいの構造ですということですね。構造というか、まあ、径の問題ですね。はい、ということで残念ながらね、ダミカ遊びの方はまあちょっとできないんですけれどもね、その分ね普通のこのねカートリッジ、これカートリッジっていうか発火用カートね、例のピコピコ発火ですね、ここつっついてね。でここ前にもね国際の銃かなって話した通り、刻印ちゃんと入ってますんでね、雰囲気は楽しめるかなというところですね。私はあんまりねこの実ダミーカートが入るとか入らないとかあんまり気にしない。まあ付属のカートが入れば、付属のカートが入らなかったらえらいことですよね。はい、で、まあ、しつこく、もっとちゃんと自分の方向を見てやりましょうね。金属の作動音、リーンっていうのがないですね。そのぐらいね身が詰まった感じがしてね、これはこれで非常にいいですね。はい、まあ、せっかくですから空打ち一発ぐらいいきましょうか。こんな感じですね。こんな感じですね。シングルアクションですとしっかりとガチッ感じですね。もうやめときましょうか、このぐらいでね。はい、まあ、こっちプラスチックスプリングで受けてくれてますからね、 1,2 発はいいでしょう。はい、っていうのは4発ぐらいやったかな。いいんですよ、昔の MGC のみたいにバッチン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 やるのと違いますからね。はい、ね、なんかすごい、まあ、迫力はすごいですよ本当に。これはもう持っててね、今こうやってこうピタッと止めようとするとね苦労する重さですね。はい、ただ持つことはできるんですけれどもね、これを構えてねこうなんかこう狙いましょうって言った時にどうなんでしょう。あ、せっかくのね、そうそうそう、これはやんなくちゃ。サイトのピント取れるかな、重心長いからな、こんなイメージになるんですね。キュッ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 、
うわ、フロントサイトの方ピント合ってなかったらごめんなさい。こんなイメージですね。はい、ね、まあ、この辺ね、クリ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 やりながらね、カチャカチャこう回しながらね、こうなんかこう競技によってね、扱いを変えていくと、一丁の銃でね、やると、まあ、競技のルールがそうなってるんですかね、ちょっと申し訳ない、わからないんで、あんまりその辺は実用性があるからね、採用されたんだろうと思いますけれども、まあ、そういうね、ノーマルなモデルだけでなく、こういうのをね、ちゃちゃっとね、ちゃちゃっとというかどうか知りませんけれども、モデルアップしちゃってたね、当時のね、国際、本当にね、今とはね、今もないんですけれども、あの一時期私のね、ちょっと許せなかった時期の1970年代のね、まあ、はっきり言いますけれどもね、コピー品とかね、ちょっとチープなね、モデルに比べるとかなり高級感も増して、まあ、結局この時代にモデルガン不安っていうののやっぱりレベルも一緒に上がっていったんでしょうね。はい、あの MGC でさえね、作動重視作動重視って言っていたのが、まあ、例えばリアルサイズカートであるとかね、例えばその元銃はそのままだったにしてもね、あの銃としてね、 PPC カスタムとかっていうのはね、あの雑誌の特集とかね、そういうのに呼応するような形でね、どんどん変化していった時代ですね。まあ、そんな時代のね、名残の一つということで、今回は、国際のね、M29 アジャスタブルフロントサイト、ご紹介しました。ではまた。